はい、こんばんは。えー、本日この回はですね、えー、松本事件ですね、えー、と、松本人志さんが、えー、週刊文春をですね、いよいよ提訴をいたしました。えー、名誉毀損によるですね、損害賠償、えー、それを求めて、えー、提訴をしたんですね。で、まあ、そのことについてですね、えー、まあ、ちょっと解説したいと思いますけども、 だけどですね、まず、あ、これね、えー、僕はこの一報を聞いてですね、何よりびっくりしたのはですね、えー、これはね、そういう人が多いと思うんだけども、松本さんがですね、依頼したこの弁護士のですね、名前を聞いて非常に驚きました。えー、非常に驚きました。これはですね、田代田代弁護士あれどこかで聞いた名前だなというふうにですね、思い返してみると、 田代雅宏あええー、っていう感じでですねというのはね、えー、これは小沢一郎さんのですね、えー、陸山会事件というね、えー、そういうですね、まあ、冤罪事件があったんですけどもその時にですね、えー、検察官としてね、えー、この田代さんはこれを担当していてですね、えー、そしてこの小沢さんをですね、えー、起訴できなかったものだから これをなんとかね、検察審査会で強制起訴をさせてやろうと。ということで、なんと虚偽報告書まで作ってですね、そして最終的にね、まあ実質的に検察を首になったというね、あのやめ犬の田代正広検事かと。ね。ああ、ということでね、僕はね、まあその時この陸山会事件とかね、まあよく取材してね、 知ってますからこのねなな何度もね、えー、コマーシャルやりましたけど「食業政治家小沢一郎」ですねまあこの本でねその件はあのしっかりたっぷり書いてあるんですよ。ね。陸残会事件というのがいかにえ冤罪事件ででっち上げられたものであるかというのをですね冷静に淡々と、まあ、これを読めばはっきり言って全てがわかるそういうね本なんですけどもね。うん で陸山会事件について僕は研究しましたよ。ね。そして当時のね、検察の夫人とかね、そういうのも研究しました。ね。そしてその田,田代正宏検事ですね。その人がね、えー、この小沢一郎さんの秘書のですね、石川さんですね。うん、石川さんね、えー、これ、後に衆院議員になったですね、石川智弘さんですね。この石川智弘さんのね、 えー、この調書を作ってですね、えー、担当したんですね。で、それがですね、この検察にね、この石川さんのその調書、ね、捜査報告書を送ったんだけども、それが全くのでたらめだったっていうね、ことなんですよ。まあ、それもね、僕が研究したので、よーく知ってるんですよ。ね。そのよく知ってる田代さんがですね、え松本さんの弁護やるのっていうことで、これはですね、まあ、いろんなね、 まあここでいろいろなですね、ものはですね、まあ融合してしまったんですね。うん。で、本当にびっくりしました。ね。うん。で、これね、あの、まあ、松本事件に関して言えばね、これはっきり言えば、この弁護士の力量からすればですね、もう問題にならないですね。文春圧勝です、これ。文春圧勝。ね。うん。これ、文春側のこの顧問弁護士ってのはね、 これはもう、はっきり言って、まあね、その超一流っていうとね、ちょっとこう、なんていうかな、あのー、ちょっと大時代、大,大時代めいてね、えー、ちょっとあそういう表現は使いたくないんだけども、まあ、とにかく優秀なね、弁護士ですよ。ね。ねそして、場数もものすごく踏んでますよね。うん。えー、これ、北村洋一弁護士っていうんですけどもね、うん。僕、北村さんにもね、一度お会いしたことがあるんだけども、とにかくね、優秀な人ですよ。 なのでですね、これはね、弁護士の力量から言ったら文集の圧勝ですね。まあ、松本さんはね、これ分かりませんけども、まあ、いろいろね、聞いてるところによると、弁護士がね、なかなか見つからなかったんじゃないかっていう気がするんですよね。うーん。なかなか気が、うね、うん、見つからなかった。つまり、これ、非常に簡単に言えばですよ、これ、いろんな記事見ても分かるように、あるいは、テレビなんかでもね、 あのー、弁護士が解説説明していますけどもやっぱりね松本さんこれ不利ですよね不利なんですよはっきり言ってそういうものをですねなんか弁護しようというね、えー、弁護担当しようというですね人がなかなか見つからなかったんじゃないかなって気がするんですよね、うん、なので、えー、この田代さんにね話が回ってきたということじゃないかなと思うんですね うん、これ、田代検事ってのはね、人脈に人脈的に言ったら、これやっぱり自,自民党関係がね、やっぱりパイプが太いんじゃないかなと思うんですよね。うん、これ、陸惨会事件ってのはね、ちょっと後で説明しますけどもね、あの例の黒川さんっていうじゃないですか、ね、うん、あの安倍官邸のね用心棒といわれたね、えー、黒川博さんですね。うん かけ麻雀がね、見つかって、はい、さようならってなった黒川さんですけども、要するにね、この陸残会事件というのは、この黒川さんがね、まあ、黒幕みたいなんですよ。ね。本当の黒幕みたいなんですよね。でそれでまあ自民党の意を受けて、小沢さんはなんとかね、えー、これね、有罪にしようと。というふうにね、やっぱりやっていたみたいなんですよね。で、そのまあ手先っていうかな。 第一線で使われていたのが田代検事ということなんですよね。そうすると人脈的に言えばやっぱりそこら辺のね自民党筋というかねそこら辺で田代さんとそれから松本さんのね接点があったんじゃないかなっていう気はするんですよね。うん。まあその辺も分からないですよ。これは僕のね勝手のね、まあ、推測なんでね、うん、あまり無責任なことは言えないんだけどもそういうような気がするんですよね。 うん、でまずはですね、このじゃあね、この松本さんがね、えー、文春を提訴したということで、じゃあ一体どうなるのかということも含めてですね、えー、そのあたりですね、この弁護士事情ですね、それをね、解説したいと思うんですね。うん、まずこのスポーツ報知のね、この記事から見てみたいと思うんですね。でこれ別にスポーツ報知じゃなくてもいいんですけども、ここ要するについてね、どういう提訴だったかということなんですよね。 まあその前文を読んんででみると、ね、とここういういなんですよね、えー。お笑いコンビダウンタウンの松本人志が22日、えー、飲み会で、えーまあ、そういう行為でねそういう行為などを強要した、えー、との疑惑を報じた「週刊文春」の発行元である「文藝春秋」に対し名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め東京地裁に提訴した。えー同日 所属する吉本興業を通じて発表した、えー、松本個人による提訴となる請求額は約5億5000万円ということですねそしてね、えー、これ松本人志さんの代理人によるコメントね、えー、これ全文ですねこういうことなんですよそれはね全文読み上げてみよ,ようと思うんですね、えー、提訴のお知らせ本日松本人志氏は「 株式会社文藝春秋ほか1名に対して、えー、令和5年12月27日発売の週刊文集に掲載された記事、えー、インターネットに掲載されている文も含むに関し、えー、名誉毀損に基づく損害賠償請求及び訂正記事による名誉回復請求を求める訴訟を提起いたしました今後裁判において記事に掲載されているような、えー、そういう行為やそれらを強要した事実はなく およそ、お加害に該当するような事実はないということを明確に主張し、立証してまいりたいと考えております。関係者の皆様方には、ご心配、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。えー、松本人志、えー、代理人、八重洲総合法律事務所、弁護士、田代正宏、だんですね。まあ、この最後のね、田代正宏っていうね、名前見て、えっっていうね、感じなんですけどもね。 うんね、そしてね、このね、田代さん問題ですね、やっぱりね、この裁判ね、うん、この松本さん裁判ね、これね、やっぱ放送関係者ですね、みんなね、この田代さんの名前を見てね、あのやっぱり少なからずね、驚いたと思いますよ、驚いた。ねなので、その、なんていうかなあの、田代さんに関するですね記事ですね、これがね、まあ、 えー、各マスコミね出てるんですよね。うん、でこの日刊現代のねその記事を見てみますとね、えー、司法関係者はよよりによってと首をかしげた、ね、どういうことかというと司法関係者が驚いたのは所属先,所属先の吉本興業が発表したコメントの末尾に記された松本の代理人弁護士の名前だ弁護士田代正弘 田代氏は元特捜検事で2014年に弁護士登録所属先の法律事務所のプロフィールを見ると取扱い分野に企業法務企業防衛を挙げ東京地検特捜部の財政経験を生かし独占禁止法や金融商品取引法等を中心とするコンプライアンスリスクマネジメント対応とある元特捜検事の経歴を盛んにアピールしているのだが 検事を辞めた理由には一切触れていないな実は特捜部在籍地田代氏は2010年に小沢一郎衆院議員が強制起訴された陸山会事件で小沢氏の元秘書の取り調べを担当したところが裁判の過程で作成した捜査報告書に聴取内容の捏造が発覚2012年6月に最高権の懲戒処分を受け依願退職したのである聴取をでっち上げにより え虚偽誘引公文書作成同行取罪で刑事告発されたが検察審査会の不起訴不当の判断を経て不起訴に、えー、退職後は一時三,三菱科学の子会社に勤務していた時期も,時期もあるというね、えー、こううことがですね日韓現代に書かれてるんですよね。うん、ねいやこれねまあ読むとですねいや田代さんこれはとんでもない人だなと,、ね、と思うじゃないですか。 ね、ああ確かにねそういう面も僕はあると思いますよねその反面ねえー、結構なんちゅうかなあのー、田代さんをね、まあ、好意的に書いているね、えー、記事もあるんですよねこれスポーツ報知が書いているんですけどもこの田代さんという人はねこの早稲田の出身なんですよねうん早稲田大学の社会科学部の出身なんだけども、えー、この人ね えー、高校大学とね野球部に所属してたんですよ。ね。というとするとね、6、まあ、大学野球じゃないですか。神宮球場ね。うん。ここでね、結構ね、頑張ってたって言うんですよね。うん。そして、この検事ですね、えー、検察に入ってからも、日々のトレーニングを欠かさず、ね。そして、検事野球部の一員として、放送野球での優勝に貢献しました。という風にね、えー、この、 弁護士事務所のね、公式ホームページに書いてあるっていうんですよね。<laughs> うん、ねまあそういうことを書いてあって、でね、えー、結局それにね、えー、書いてあるのは、えー、不当不屈、一級入婚の精神で、えー、依頼者の皆様のお役に立てるよう努めてまいります。というふうにね、綴ってるということなんですよね。<laughs> うん、そういうことなんですよ。で、このね、田代正弘さんですね、この人はね、 まあ、とにかく東京地検特捜部のね、あの検事をやっていて、そしてこの陸山会事件ですね、これは小沢一郎さんのね、講演会である陸山会、えー、その事件というのがね、まあ、一応あったんですけども、えー、そこでね、この小沢さんの、えー、秘書だった石川智博さんというね、えー、この人はね、あのー、秘書の後衆院議員になるんですけども、 えー、この石川さんに対するですね捜査報告書ですね、これをね、あのーまあ、捏造したと、要するに虚偽のことを書いたということで、これ、市民団体からですね告発されたんですよ、告発されたで。結局ね、結果的には不起訴となったんだけども、結局、これが原因でですね、えー、懲戒処分を受けて、えー、検察官を辞職したんですよ。ね そういうい経歴なんですよね、うん、これはね、はっきり言って放送会、ね。弁護士業界じゃ非常にね、非常に有名なね、な話でですね、もちろん政界においても相,相当有名なんですよ、これね。うん、ねなのでね、これね、えっ、ー、と、日刊スポーツなんか見るとね、えっ、ー、と、立花隆さんですね、えー、これはね、えー NHK はぶっ壊すのね、高橋高,高,橘高橋、高橋、立花高さんなんだけども、この人はもうね、えー、もう断言してるんですよね。えっ、ー、と、どういう風に言ってるかっていうとね、動画でね、松本人志さん、週刊文春を提訴。私の予想通り、三流弁護士でした。笑いっていう風になってるんですよね。うん。ね。えー、やっぱり松本人志さん、弁護士考えなきゃ。 この弁護士がついた時点で「松本さん負けです、えー」というふうに書いてるんですよね。いや言ってるんですよね。通常5億5000万円も請求する。こんな松本さんの名誉を傷つけているような訴訟をやる場合、まず弁護団を形成するでしょうし、それなりに著名な人をやるべきなんですけど、犯罪の疑いをかけられて検事を辞めた人を代理人弁護士にしているということは、これはもう負けですね。負けですね。というふうにね。 まあ、単純に予想してるわけなんですよね。うん。で、これはね、あの、実際ね、こういうふうにですね、あの、言いたくなる気持ちもわかりますよ。非常にわかる。ね。わかるけど、まあ、ちょっとあまりそこまでね、失礼なことはね、三流弁護士とかね、あんまり失礼なことは言えませんけどもね。うん。ただやっぱりね、文春のね、この代理人と、 ですね比べればやっぱりね相当差があると思いますねうん相当差があると思いますよこれ文春の方はね、えー、文春の代理人はですね当然ながらこれね、えー、顧問の北村洋一さんになりますよねこれ最近一番最初に言いましたけども北村洋一さんねうんでこれね北村洋一さんっていうのはねこれがまたね何て言うかなあのー この田代さんとですね因縁があるんですよ。すごくね深い因縁があるんですよ。どういうことかというとね、えー、どういうことかというと、えー、これ日刊現代の続きでねこの、えー、端的に書いてあるんでそれを読み上げるとねこういうことなんですよ。2011年12月陸山会事件の第9回後半で、えー、田代氏の捏造を暴いたのが当時小沢氏の代理人弁護士を務めた 北村陽一氏,なのです北村氏の予期せぬ追求に田代氏のうろたえる姿が今も脳裏に焼き付いています。っていうねこれはまさにですねこの陸山会事件の裁判の傍聴を続けたね記者がそういう風に言ってるんですよ。ねあーということでね松本さんね松本さん対、えー、文春のこの訴訟というのは。 このお二人の弁護士のね、因縁の対決になると。ね。要するに松本さん側は、ね、えー、この陸山会事件のね、えーえー、捜査報告書をでっち上げた、ね、うん、田代正弘山県弁護士。そして文春の方はね、えー、これは陸山会事件ね、小沢さんをですね、勝利に導いた、えー、北村洋一さんですよ。ね。うん。 ね、そういういことなんですよね、うん、で北村洋一さんっていう人はねこの人はねうんまあさっきもちょっとちょっと言ったんだけど僕もね、えー、ちょっと会ったことあるんですよね、うん、一度だけねあの取材っていうかな12時間話を聞いたことがあるんですよこれどういうことかっていうとね僕がね えっとおまあまあ詳しいことをね、えーまあ、何回か話したんでまあ言いませんけども、えー、一線のね記者を外されて、えー、そしてデータベースなんかをね作るところに配属されてですね、えー、そこで、えー、著作権問題なんかですね、えー、担当したんですよ。ねうん、著作権問題ってのは非常に重要なんですけどもねその時に えー、この北村さんという弁護士、北村さんはですね、読売新聞の顧問弁護士、顧問弁護士でもあるんですよね。なので、この北村さんはね、その著作権の方でも有名なね、あのー、人なんでですね、えー、そこにね、あの、勉強しに行ったんですよ、取材に行ったことがあって、そこでね、いろいろと教えてもらって、もう非常にね、いい印象を持ちました。非常に好感を持ちました。うん。あの、本当にいろいろ教えてもらってですね、 ああそういうふうに考えるのかとかですね。いろいろ本当勉強になりました、ねうんで。その北村さんはですね、この人はね、まあ、日米でね、この弁護士のですねこの資格を持ってるんですよ。日本とアメリカ、両方でね。アメリカの方はね、これニューヨーク州の弁護士ですね。えー、でもあるわけなんですよね、うんで。この人はね、もう昔から有名な弁護士で、えー、これ1981年にね、ロサンゼルスで起きた このロス疑惑っってあったんですよね、うん、これは当時ね、えー、三浦和義、ね、被告っていうですねまあこの人もねしょっちゅうテレビに出てきたワイドショーに出てきたんですけども当時ね、うん、まあその人ねあのー、もう相当もう犯人扱いされてですねテレビで大変だったんですよねところがこの人ね無罪判決を勝ち取ったんですよねうんそしてねそれからあとねこれは今有名な話だけど日産自動車のね えー、代表取締役のグレゴリー・ケリーですね。この被告の弁護人を務めたと、ね、いうようなことで、非常に、ねえー、有名な事件ですね、えー。まあ、とにかく腕がいいんでですね、えー、そういうね、あの、どうなんていうかな、やっぱりね、北村さんに任せたくなるんですよね。うん、これ、弁護士で決まるじゃないですか。ねうん、なので、やっぱりね、あの北村さんにね、 あの頼みたくなるっていうことなんですよ。それからもう一つはね、このジャニーズ事務所ですね。ジャニーズ事務所とも戦ってるんですよ。これはね、えー、もちろんね、北村陽一さんは、あの、これ、文春のね、顧問弁護士ですから、これ、ジャニーズ問題ね、あの、これ、文春ねあの、ずっとジャニーズ事件やってましたよね、うん、なのでですね。 えー、これは1999年にですねまさに文春がねこのおージ,ャニージャニー北川さんね、えー、その加害をですね、まあ、報じたわけですよそうするとね、えー、ジャニーズ事務,事務所はやっぱりね今回と同じように文春を提訴してきたんですねうん提訴してきたんですよそこで、えー、この文春側のですね 代理人ですね、なったのが、この北村洋子さんなんですよね。うん。そして、その結果、裁判の結果ですね、2審ですね、東京高裁、それで東京高裁は、このジャニー喜多川のですね、この加害の真実性ですね、これは真実だということを認めたわけなんですよ。そして、それを受けたこの最高裁でですね、それが確定したわけなんですよ。ね。 つまり、ジャニーズ事務所は上告してきたんだけども、それを棄却したと。つまり、東京高裁の判決を指示しますと。それはやっぱりね、加害はありましたでしょうと、ということなんですよね。ということで、ここ、ということで、ここでも、も北村洋一さんは、まあ、勝利してるわけなんですよね。うん。そういうようなね、まあ、実績というかな。 うん、これはまあ文春はね当然ながらこれはねまあ読売新聞もそう読売新聞もそうですけどやっぱりなんと言ってもね当代随一随一のね弁護士はやっぱり雇うわけですよ、ね、でそうするとやっぱり北村さんになるわけですよね,、うん、ねそしてねその北村さんはね、えー、この前のね、えー、このジャニーズ事件ですね、うん、えー、っとねジャニーズ事件、えー、ね えー、去年のですね、えー、去年ね、ものすご,のすごく動きましたよね。で、その中で、えー、これはね、えー、ジャニーズ事務所をね、批判してるんですよ、批判してる。ね、まあ、どういうことかというとね、えー、まずね、えー、最初にね、第三者委員会を作ったじゃないですか、ねうん、ジャニーズ事務所がですね。 そんなことをやる前にね、第三者委員会が作る前に、ファンドをまず作ってね、ね被害者に対して、まず救済をやれと。ね、うん、救済をやって、それから第三者委員会をやるの。それがね、筋だろうと、順番だろうと。まず救済しろよと,という話ですね。うん、そして、えー、まずね、この裁判でね、 それがあ、ね、加害の事実が認められたときですね、その時からもうやるべきだろうと、その救済をね。うん。それやらなかったんで、こういうふうに被害が拡大しちゃってるんだろうと。ね。えというような非常にこの筋を通したですね、あの、なんていうかなあの、主張をしてるんですよね、ジャニーズ事件でもね。うん。これは去年のことですけどもね。うん、そしてねこの北村洋一さんは えー、この、いわゆるね、無罪請負い人と言われるね、弘中淳一郎さんっていうね、弁護士がいるじゃないですか。弘中淳一郎さんねで。その人ね、その人とよくね、タッグを組むことでも知られてるんですよ。ね。うん、というのはね、やっぱり弘中さん、無罪請負い人と、無罪請負い人という言われている弘中淳一郎さんと、それから北村洋一さん、ね。これにやっぱりお願いしたくなるんですよ。ね。世の中の有力者。 そして何としてもですね、これは自分はもちろん白なんだと。そしてそれをね、無罪を貸し取るんだとかね、そういう時にはですね、うん、そしてね、この、まさに陸山会事件ですね、小沢一郎さんがね、最終的に無罪となった。それでも、その裁判においてもですね、やっぱり広中純一郎さんと、この北村洋一,一さんだったんですよ。ね。うん。ね。 そしてその時、これはね、もう満天下に恥をさらしたのはですね、当時の検察なんですよ、ねうん。当時の検察ってのはね、とにかく小沢さんを何としても罪に陥れたいと。ね、いうね、もう気持ちでね、もういっぱい満々でしたから。ね。うん。満々でしたよ。なんでかっていうとね、なんでかっていうと、当時は民主党政権だったんですよね。うん で、要するにね、官僚としてはですね、自民党政権の方がやりやすいんですよ。やりやすい。ね。いろんなこと、まあ、ごまかしながらやってきたじゃないですか、自民党と一緒にね。うん。で、そのごまかしがね、これからもね、できるんですよ。ね。ところが、民主党政権ってのはね、そういうの一つ一つ洗ってですね、表に出していこうと。そういう政権なんですよ、基本的にね。なので、官僚はね、もう嫌な、嫌で嫌で仕方ないんですよ。ね。 あね、なのでこの官僚はね当時の僕もよくねこれ知ってますけどね民主党政権のね政権の中にいながら自民党のスパイみたいなことばっかりやってたんですよ官僚はねやってたんですよ本当に、ね、特に官邸とかね財務省の方なんてのは本当にそうなんですよ、ね、とにかく官僚としてはね えー、霞が関の官僚としては今までの自民党政権の方がね、えー、やりやすいし利権も、えー、それから省益も守ることができるということですね。うん、でその一番ねいい例が端的に言えばですよ財務省が抱えている特別会計ですよ。ね。えー、これ特別会計のことを何度も何度かね言いましたけど要するにね 一般会計ね、今金がない金がないと言っててね、消費税を上げなきゃいかん、上げなきゃいかんと言ってんだけども、一般会計ってのはね、100兆円なんですよ。ね、特別会計っていくらあると思います、ね、額面で400兆円ですよ。400兆円ですよ。わかります一般会計100兆円で、ね、金がない金がないと言ってんのに、その裏に特別会計が400兆円あるんですよ。 こここれれどういういとですかこれ、ねうん、で400兆円全部ねこれがねま、えー、っさらな金,金とは言いませんよ。ね、というのはその特別会計同士でこれ入りくりがあってあるいは一般会計と特別会計との間の入りくりがあるんですよ。まあ行ったり来たりみたいなねお金の。うんね、なのでこの財務省の財務官僚が特別会計を管轄している財務官僚が認めているのはいやいやいや。 400兆とやそ,そんなにないんですよ、400兆はと。ね。実際にあるのは200兆なんですよ。というふうな説明をしてるんですよ。ね。じゃあ、その財務官僚のね、100歩譲って、それを認めるとしても、200兆あるんですよ。一般会計、今、我々がねあの、いろいろ国会で審議してるじゃないですか。あれ、100兆円分の一般会計だけですよ。その裏に200兆あるんですよ、特別会計。これ一体何なんだって話じゃないですか。 ここをなんで、ね、あのー、みんなで研究して、ね、オープンにして、その金を使わないんだって話じゃないですか。ね。そういう話でしょね。ああ。これは、ね、なんでそういうことをしないかっていうと、官僚が許さないからなんですよ。ここはねいわ、いわゆる官僚の隠しポケットと言われてるんですよ。隠しポケット。ね。まあ、へそくりっていうかな、うん。そういうことなんですよ。 どういうことかというとね非常に簡単に言えばね基本的な構造ですけどもね官僚というのはねたった一人の時間ねうんナンバーワンですね時間を目指して競争してるわけですよ、ね、で競争しながらねその過程でどん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 ね弾かれてるんですよ例えばあ時間の前のね、えー、まあ局長であるとかね、うん、あるいは課長であるとかですねだんだん人数がですね、うん 課長から局長になるに従って、まあ、人数が減ってくるじゃないですかそこで8切り飛ばされてるんですよねうんで競争に敗れた人たちは一体どこに行くかと言ったらですね隣村に行くんですよで隣村ってのは要するにねあの虎ノ門虎ノ門ですね霞ヶ崎の隣の隣の虎ノ門なんだけどもね虎ノ門村っていうんですよここにね 要するにあの、昔はね、特別法人とかあってですね、そしてその特別法法人のファミリー企業っていうのがあってですね、そこにですね、甘く立っていくんですよ。ね、これ何の仕事もしないんですよ、このファミリー企業ってのは。ね、うん、それで何にもしないので、当然お金を生み出すことできないじゃないですか。だけど、給料はね、もらいたいじゃないですか。官僚ね。うん、管理をやめた人。 そこでこの特別会計から金が流れてくる、流れてくるんですよ。このお金なんですよ。要するに。ね。つまり時間レースで、ね。時間レースに破れた人たちが虎ノ門村に流,流れて、そこでね、自分の生活あるから、ね、どっかから給料もらわなくちゃいけない。ということで、ね、この特別会計のところからお金をまあ、もらってるわけですよ。ね。毎月毎月。この、この構造なんですよ。基本的な構造はね。で、 小沢一郎さんってのは、その構造をよく知ってるんですよ。よく知ってる。ね。うん。えー、これ概念的なことだけじゃなくて、具体的にももう本当によく知ってるんですよ。ね。自民党の幹事長までやった人ですよ。ね。田中あのね。だからとにかく、官僚というのはね、財務省はもちろんのことね、法務省も検察も、小沢さんが怖くて仕方なかったんですよ。仕方ない。ね。なので、 これね、小沢さんというのはね、まあ、あ,だあだ名があってね原理主義者というあだ名なんですよねどういうことかというと原理を非常に大事にする、ね、それは原理と違うだろうということで、ねうん、物事のです、ね、第一のですね何、あのー、て言うかな断りですね,ね理由理屈それを大事にするんですよ、ね、なのでそこから外れたものは許さないそれが小沢さんなんですよねなので官僚はやりにくくて仕方ないんですよ ね。やりにくくて仕方ない。なので、これは官僚の総意として、陸山会事件というのを出っち上げたわけなんですよ。ね。ああ、ね。で、陸山会事件で、とにかく小沢さんを追い落とせば、ね。小沢さんを追い落とせば、あと民主党政権ね、もう誰も怖くないよと。ね <laughs>。あと赤子の手をひねるようなもんだぜと。それが本音だったんですよ。本音。ね。あで、小沢さんはこの陸山会事件に、ね。 時間とエネルギーを取られてしまって、民主党政権は何もできなかったんですよ。ね。それが真実なんですよ。一言で言えば。ね。そして、えー、そのね、検察のですね、最大の裏の担当者、つまり黒幕ですね。これがどうも黒川博文さんだったんですよ。ね。安倍官邸のね、用心棒と,用心棒と言われたね、黒川博文さん。 か、ね、け麻雀で敗材を鳴らした人ですけどね、うんで。とにかく黒川さんがとにかく小沢さんを有罪にしろというねことをどうもやったらしいんですよね。でそれを受けてこの一戦で動いていたのが田代正弘さんなんですよ。ね、でその田代正弘さんというのが石川ね石川さんですね石川智弘さんの担当検事であったということですね。そして最終的にね、うん、とにかく田代さんをね もうこれ、あの小沢さんを有罪にしなくちゃね、どうしようもないと。ね。自分がとにかく生き残る,生き残ることはできないと、検事としてね。ということで、えー、検察審査会に送る、送るですね、捜査報告書、これを捏造したということなんですよ。ね。まあ、そのことね、この職業政治家、小沢一郎ね、これをよ読んでいただけるとね、すごくよくわかると思うんですけどもね。うん。そしてね、この捜査報告書のね、この虚偽記載ね。 うん、これは本当にひどいものなんですよ。ねうん、本当にひどいものなんですよね。うん、ねだからこれはね、えー、っと東京地方裁判所でね、この判決があったんですよ、最初ね。うん、そこでね、えー、裁判官がね、異例なことを、ね、言ってるんですよ、ね。どういうことを言って,る言っていたかというとね、検察官が、 後半において証人となる可能性の高い重要な人物に対し、任意性に疑いのある方法で取り調べて、供述調書を作成し、その取り調べ状況について、事実に反する内容の捜査報告書を作成した上で、これらを検察審査会に送付するなどということはあってはならないことであるっていうね、<laughs> そう、これが判決からというね、そんなようなね、教えまで入っちゃってるんですよね。うん。 そしてね、この虚偽の捜査報告書ですね。ね。これ、ね、これのね、作成したことについてですね。こりゃおかしいだろうと。民主党政権のね、当時の法務大臣の小川敏夫さんという人がですね。これ小川敏夫さんというのは、この本当にまとまな人ですよ。非常に正義の人。ね。うん、これね、検察を指導しなければいけないということで、とにかくね、この指揮権発動。これをね、思い立ったんですよ。どういうことかというと、 ねえー、ささっっき言ったような田代雅宏さんです、ね、これね田代正弘さんが協議の報告書を作ったのに検察がですね、えー、これはねいやそれはね個人の記憶違いだということでねこれ起訴しないということで幕引きを図るという動きが見えたんですよ。ね、そこで、えー、法務大臣の小川敏郎さんはね「指揮権発動つまりきちんと捜査しなさい」と。 いうことをね指揮しようとしたんですよね。うん、これ指揮権発動ね。これこういう本があるんですよ。指揮権発動検察の制限を失われた。小川敏夫ね。うん。ね、これね。お正規の指揮はですね。これはね本当にね。許されたことだし、法の趣旨に則ったことなんですよね。うんで。 小川さんの、ね、法務大臣の民主党政権の法務大臣だった小川敏夫さんがその時の首相である野田義彦さんですね野田さんにそれをね、まあ、もちろん事前にね相談しなければいけませんから相談したんだけどもそれがなんと認められなかったんですよ。で認められなかったどころかその後すぐにですね小川さんは法務大臣クビになってるんですよね。<laughs> ねまあこれでわかるじゃないですか。 野田さんという人はね、ダメなんですよ、これね。うん、全然ことのね、重要性、大事さ、ねうん。何がね、正義なんだ、社会正義なんだ。何がこの国において重要なんだっていうことね、全然分かってないんだよね。<laughs> 本当にね,、うん、ね。そんなようなことですよね、うん、ね。 まあひどいもんですよ。ね。うん、ね、うん。まあそしてね、えー、これはね、えっと、その田代さんがね、田代さんがですね、えー、この小沢一郎さんのね、この後半でね、うんえー、裁判でですねあの、証言してるんですよ、田代さんがね。うん なんでね、えー、これね、捜査報告書、そんなもん書いたんだと、偽の捜査報告書ね。というのはね、えー、その取り調べを受けた石川智弘さんがですね、ね石川智弘さんが、えー、ポケットにね、IC レコーダーを入れておいたんですよ、ね、IC レコーダー。ーえー、これはね、えーえー、佐藤正さんというね、えー、これ、国策捜査を、ね、受けた人がいるんですよね、佐藤正さんというですね、 これ外務省のねあの官僚出身なんだけどもその佐藤勝さんのねアドバイスによってですね、えー、まあ要するに隠しレコーダーをねポケットに入れてたんですよ。なのでそれとその石川さんのねこの IC レコーダーとそれから出てきたその捜査報告書と比べてみたら全然違うんですよ、ねうん、そしてねその違いをですね裁判でね指摘されてねこういうふうに言ってるんですよ。 えー、この日の取り調べを一言一句記載したんじゃなくて思い出し思い出し記載しました。えー、交流中に話したことや保釈,後に保釈後に話したことの記憶が、えー、混同していたと思います。っていうね、えー、記憶の混同っていうことをね、言い出したんですよ。ね。そういうようなね、まあ本当にね、ひどいことを言い出したんですよね。うん。そしてね、そのことをですね、 えー、これはね、<laughs> この黒川さんね、その後ろにいるのはこの黒川さんということですよね。うん、それがね、そのことを暴露したのがこの本なんですよ。これ、検察の罠。ね、えー、とこうけ検察の罠っていう本なんですよね。うん、これはね、森友子さんですね、これですよね。参議院議員のね、森友子さんですよね。ね、うん、森友子さんはね、もちろんこの小沢さんのね、まあ、側近というのかな。ね うん、まあ、非常にね、あの真偽厚い人ですからね。うん。で、この森友子さんがね、あのこの黒川さんにじかにこの迫ってですね、うん、いろいろね、あの黒川さんからですね、その対応のおかしいところを引き出してるんですよ。ね。うん、この本もね、非常にね、まもしろいといえばおもい本なんですけどね。そしてね、 どういうふうなね、虚偽報告書になってるかっていうとね、こういうことなんですよ。ね、えー、例えばね、えー、石川さんがね、この取り調べでですね、この田代さんね、この弁護士になったね、ま、松本さんの弁護士になったこの田代さんですね、この山県検察ね、うん、そこにね、尋ねたときにですね、こういうふうな会話になっ,てなってるんですよ。石川さんがね、失礼します。田代さんが、どうぞどうぞ。えー 石川さんさ、録音機持ってない石川さんが大丈夫です。大丈夫この間もさ、そういうこと言ってて、撮ったやつがいてさ、えー、その携帯さ、まあ、電源切ってもらって、とかね、こういうことで始まってるんですよね、うん。これ石川さんの取り調べがですね。ところがね、この報告書ではこうなってるんですよ。ねうん、取り調べの冒頭、本職が。 あなたはすでに政治資金規正法違反の事実で、えー、公判請求されており被告人の立場にあるので取り調べに応じる義務はないということは理解していますかと質問したところ石川はその点については弁護士からも説明を受けよく理解しています弁護人から今回の事件については、まあ、どうのこうのどうのこうのと続くわけですよこんな会話なんか一つもないんですよ一つもないねということでこの捜査報告書にですねね もう全然ね会話に出てもいないことがいっぱい書かれていたんですよ。ね、それがね、この IC レコーダーで撮ったですね。それと照合してみてね、ねもう全部分かっちゃったわけなんですよね、うん。そういうようなことなんですよ。ねね、そしてね、この大刀郎さん、本当まあひどいと思うのはね、うんこれ石川さんがね、この小沢さんにね、報告了書をね。うん 政治資金収支報告書のね、えー、この報告して了承した。その時期についてね、この長所の訂正を求めたんですよ。ね。うん。そしたらね、太刀郎さんはこういうこと言ってるんですよね。12月だろうが3月だろうが変わんねえからさ。また変わると、なんでじゃあ変わったのってなっちゃうからさ。めんどくせえからさ。<laughs> というね。<laughs> <laughs> ようなねこれが検事のですねね,ねそしてねこの弁護人からねこの取り調べメモに記載していない内容をですねこの3日後の調書作成の際にね思い出すことができるのかとつまり思い出して書いたと言ってるんでね、うん、そういう通記をされたらそんなこと言ったら調書に書いてないことたくさんありますよ というふうに、ね、言いい放ったということこなんですよ、ねあまあ、そんんなななよような、ね、本当に、ね、いい加減なんですよねそして裁判官からですね5月17日の捜査報告書は供述内容よりも詳しかったですが何を元にして作ったのですかと問われて「私の記憶です」と述べたとまた裁判官から「メモなどは取らなかったのですか」と問われ 一切取っていませんと回答した、えー。さらに裁判官の記憶を喚起するものもなく報告書を作られたんですかとの問いにそうですねと述べたというようなことなんですよね。うん、そんなようなことなんですよね,でこのね。もちろんね、この裁判はですね、陸山海裁判ね、小沢さんは最終的に、ね、無罪となりましたよ。ねうん、だけど、 もうその時にはすでにですね民主党政権は最終盤だったんですよ。そしてすぐに終わってしまったんですよね。つまり本当の民主党政権の力が発揮することができなかったわけですよ。ね。小沢さんの力がね、もう削がれてしまいましたからね。うん、そういう事態なんですよね。事態だったんですよ。ね。うん、なのでね、えー、えー、このね、 ヤメ弁護士ですねこの人はね、とにかくね、えー、非常に有名なんですよね。うん、非常に有名なんですよね。ね放送界ではね、もう本当、知る、知らない人はいないですよ、ね。知らない人はいないですよね。ねこの田代さんですね。知らない人はいないですよね。うん 知らない人はいないですよね。うん。ね。だからもうね、この田代さんですね。それからね、さっき紹介したこの北村弁護士ですね。もうやる前からね、勝負ついてるんですよ。はっきり言って。ね。勝負ついてる。<laughs> ね。勝負ついてる、うん。だけども一体ね、どういう裁判になるかということですよね。うー、んまあ、それをね、ちょっと今度はね、見てみたいと思うんですけどもね。うん。これね、スポーツ放置ね、 えー、これはね、れい法律事務所のね、笠井國高弁護士というね、えー、人。この人はね、芸能界なんかにおけるね、弁護活動ですね、えー。これをね、中心にやっているですね、弁護士なんですけども、えー、この笠井弁護士がですね、えー、こういうことを言ってるんですよね、えー。つまりね、裁判の行方でポイントになるのは、まず、えー、そういう行為自体があったのか、なかったのかということ。そういう行為自体がね。そして次に、 えー、その加害行為ですね。加害。えー、その相手を傷つける加害の行為。これがあったのかなかったのかということなんですよね。うん。ね。そういうことなんですよ。で、これつまりね、そういう行為そのものがなければ、ね、そのものがなければ、これはもちろんね、あのー、休業保障ですね。その根拠となるわけですね。そうすると、えー、これはね、 松本さんに対すするですね数億円、この賠償命令これが下る可能性があるんですよね。うん、だけどこの行為自体はねそういう行為自体はどうもあったとここはねもう松本さんとしても認めざるを得ないというようなねあのどうも体制なんですね。うんまあ、はっきり言ってね吉本もね <laughs> あのいろいろ訂正したりとかいろいろしてるけどもそれもあったともはっきり言って認めてるわけですよね。うん。 なので、そういう行為があった、ね。だけども、それは、強要じゃなくて、ね、合意だというようなことをね、やっぱり松尾さんとしては言いたいんだと思うんだけども、そうなると、慰謝料がですね、まあ、数百万円というね、そういう慰謝料にとどまるということなんですよね。うん。で、問題はですね、その、強要されたものかどうかということなんですよね。これをどう考えるかということなんですよ。ね。 で、これ文春を読めば、A 子さん、B 子さんですね。これ第一弾のね。まさにそれに当たるわけですよ。で、本人もそう主張してるわけですよね。うん。だけど、松本さんはじゃあそうじゃないと言ってるわけでしょ。つまり、松本さんの記憶では、それは違う可能性もあるわけですよね。まあ、人の記憶って当てにならないところもありますからね、うん。うん。事実は一つでもね、記憶は違うことはあり得る。ね。うん。で、 あの、あるいはね、松本さんのね、あの、これ認識としてはね、例えば、まあ途中確かに抗ったけれども、結局最後は応じたじゃんとかね、まあそのぐらいのね、認識かもしれませんよね。うん。だけどもそれは、果たして裁判で認められるのかっていうね、問題ですよね。うん。で、この問題はね、常識で考えるとね、多分こういうことだと思うんですよ。これはね、 まあ、女性自身の記事で出ているんだけども、フジテレビのですね、佐々木京子アナウンサーっていうね、方がいらっしゃるんですよね。佐々木京子アナですね。その人がね、この番組の中でですね、この問題について、この、まあ、いろいろ見解を求められてですね、まあ、女性としてどう考えるかっていうね、どう考えますかみたいなことを聞かれてですね、こういうふうに言ってるんですよ。ねうん、これはね、あのー、なんていうかな、非常に常識的な あですね、考え方だと思うんですけどねやっぱり社会的にはこれ仮に本当だとすれば同意のないそういう関係って本当に厳しく問われるようになって,なっていて、ね、そしてその中で一個思うのは例えば同意があったかなかったな,ないかっていうことが何をもってそういうようなものの同意とするかっていうと。 じゃあ言葉なのか何なのかというと、そこって非常に難しいと思うんですよね。そうなるとやっぱりどんなコミュニケーションが信頼を持ってできているのかってことが多分すごく大事だと思いますと。で、社会的にパワーがある人とか、あるいは地位がある人っていうのは、自分に本当のことを言われていないって可能性があるという前提でいかないと恐ろしいことになるだろうなと思いますと。 だから同意があるように見えても、本当はどういうことを考えているか言わせていない可能性があるとは思いますね。と。ということですね。つまり、怖くて言えないってこととか、何か断ったら自分にとって、えー、不利益があるんじゃないかっていう、そもそもがそういう関係性であるというところなんじゃないかなと思いますけどね。ということなんですよね。これ非常に常識的。 かつででですすねねややっっぱぱりり裁判でもそこがやっぱ問われるんんじゃないかと思うんですよ、ね、えつまり松本さんはね例えば「ああ同意があったじゃん」というふうに思ったとしてもですよ、ねうん、これはねいろんな捉え方があるわけですよ。ねうん、例えば、えー、これ A 子さん B 子さんじゃなくてこの文春がね第2弾だったかな第3弾かなんかでね,、えー、ね取材していた。 えー、この D 子さんか E 子さんかね、ちょっとそこはよく覚えておりませんけども、こういうことがあったんですよ。その彼女が言うにはね、ね、これはもう抑えられないと。松本さんは抑えられないと。ということで自分は観念したと。観念して、えー、もうまるでね、自分をまあ、まあ、なんちうかな。そういうことをまあ商売にするね、えー。まあ女性っていうかな。まあいるじゃないですか。まあそれの気持ちになって、まあ全くそういうことと、おそういうことにね、 全くそういうことになって、そういう身になって、そういうことをしていたと。というようなことを言ってるんですよね。つまり、えー、自分はね、まあ、心理的にも商売をなっちゃったと。要するにね、そしてそういうふうにいろいろ奉仕っていうかな、それをしたんだと。ね、本当は、内心はもちろんそんなことは、ね、あの拒否してるに決まってるじゃんというような、そういうことなんですよ。そうすると、 これっっっててて同意と言えるるのかか。いいう話にもななくるじゃないですか、ね、つまりそこには、ねうん、怖くて言えないとか何か断ったら自分にとって不利益なことがあるんじゃないかとかねそういうね非常にこう何て言うかな公平ではない関係性があるとそこにおいての同意ってのは一体どういうことなんだっていうねそういう問題もあるということですよね。それを佐々木アナウンサーはそれをねズバリと指摘してるわけなんですよ。 こういうところもやっぱり裁判で問われてくるじゃないですか。ね。うん。だから松本さんはね、あの、もしかすると錯覚で同意があったじゃないかというふうに考えてる。可能性はなくないですよ。なくはないんだけども、一般常識で冷静に考えれば、それはね、フェアなあ関係性において気づかれた同意ではないということですよ。ね。それがまず基本ね、えー、としてあるということですよ。 そしてさらに言えば、A 子さん、B 子さんの場合は、そういうことを全部取っ払ったとしても、最後まで抗っていた。最後まで抵抗していた。それをはっきり、はっきり語ってるわけですよ。ね。はっきり語って、しかも裁判に私は出ますと。そしてそれははっきりと言いますと。というふうに A 子さんは言ってるわけですよ。ね。これはもう松本さんって絶対勝てないじゃないですか、これ。ね。勝ちようがないですよ。ね。うん。 価値はないですよねそして更にね詳しく言うとねこれ紀藤正樹弁護士ですねこの人が日刊スポーツでねこの記事にしてるんだけどもえっ、ー、とねこの紀藤弁護士がですねこういうふうにまとめてるんですよつまり裁判においてですねそういうねそういう行為とかですねあるいはそれを強要したこと、ね、強要したことあるいは強要して結局そういう加害ですね 加害に当たることがあったのかなかったのかということですね。この三つがね、ポイントになると言ってるんですよね。つまり、第一に、そういう行為があったのかなかったのか。第二に、強要ですね。つまり、無理強いですね。無理やりですね、やらせるというね、教養があったのかどうか。第三に、加害ですね。加害加害ってのは、つまり、加害被害関係。実際の害ですね、害。うん。 それがあるのかないのかということですね。この3つなんですよ。そうすると、ね、これ、えー、まあ何度かね、説明したんですけども、松本さんとしては、1の、そういう行為があったということについてはもう認めざるを得ないと思うんですよね。うん。そんなもんなかったら全然何にもないですよってことは言えないと思うんですよね。で、2つ目の、教養ですね、これはないとしたいと。というふうに思ってると思うんですよ。教養はない。ね。 つまり合意があったんだと。というふうにしたいと思うんですよね。だけど、えー、この文春を読めば、女性側はですね、被害女性側もう全てあったと言ってるんですよ。全てあった。ね。どういうことかというと、もちろん一番最初のそういう行為はあった。そして二番目のその強要無理強いですね。それもあったと。ね。私は最後まで抵抗したと。 ね、そしてそれ最後まで抵抗して、ね、しかしそれでもいろいろやらされた結果まさにそれが今 PTSD という被害に及んでいるとなので第1のそういう行為もあった第2の教養無理強いもあった第3のそういうね PTSD のような、ね、本物の害ですね加害被害関係それもあったと,というふうに言ってるわけですよね。 特にこの B 子さん、確かに B 子さんですよ。B 子さんはね、PTSD ね、ね、えー、これを患ってるというね、えー、ことでした。これね、重要ですよ、非常にね。PTSD というのはね、えー、ポストトラウマティック、えー、ポストトラウマティックストレスディスオーダーっていうんですね。まあちょっとね、えー、何なんだかわかんないようなことなんだけども、要するに、えー、心的外傷後、ストレス障害ですね。まあ心的外傷を受ける。ね。えー、つまりショックを受けるわけですよ。ね。 ああ例えばね、えー、これはね、えー、これは例えばねよく言われてるのは例えば戦争の中のね、うん、殺し合いであるとかね戦闘状態それから今回のようなこの乱暴、ね、暴行事件ですねそれにあってしまったあるいは例えばねまあちょっと本当に例えばあれなんだけども能登半島地震のような大変な地震 自然災害,災害が起こると。ね。うん。そういうことで、これはね、PTSD ですね。えー、心的外傷、心的外傷後、ストレス障害ですね。症状としてはね、非常にですよ。このね、あの、フラッシュバック。それからね、悪夢。寝ているときにね、非常に悪い夢を見る。ですね。 うんえー、そしてそういうね場面というのはこう何度も何度もね日常生活で目の前に現れてきてしまうというね、うんえー、そういうようなことこれはね大変なねあの僕はあの何て言うかな心的なですね障害だと思いますよ、ねうん、これはねまあなかなかねなってる人そんなに多くはないと思うんだけども PTSD にかかってる人は本当に僕は大変だと思いますよ 心臓とか大変だと思います。これは本物の被害だと思いますよ。ねうん、で、女性側はね、精神科であるとか、あるいはね、心療内科とかでですね、そういう診察を受けるわけですよ。そしてそういう診断をですね、診断書をですね、そういうのをもらう。ね、そしてこれはあもちろんね、PTSD であるということになるわけですよね。うん、そうするとね、これはま確かね、B 子さんはね、そういう記,記述がありましたよ。 ねうん、でこれからね、あのー、文春はねそう,いうそういう事例の人をねまた出してくる可能性もありますよ。そうすするとこれ松本さんは非常に不利ですよね、うん、今ね、えー、と紀藤正樹弁護士がね、あのー、指摘していたですね123のポイントですねこれに当てはまる人がねやっぱりね、えー、しっかりいるわけなんですよね。うん そうすると、これはもうね、松本さんも勝ち目は全然ないんですよ。はっきり言って。ね。それはもう完全に、ね。えー、これはもう加害者でしょっていう話なんですよ。ね、うん。そういう診断書が出てきた場合はね。うん。そういうことなんですよ。ね。むしろ、これからのその展開においてはですよ。これ裁判になるということですからね。うん。まあ、何年間か続きますよね。一審だけだったら1年とか2年とかね。 でこれね、えー、三審制で細工最後までいけば、えー、3年4年5年っていうね、えー、時間がかかるということですからその間むしろどういうことがね気をつけなきゃいけないかというと絶対にこの被害女性を守らなければいけないと。ということなんですよね。うん、これはねね、あのー、まさにに本当に、ね、あのー PTSD でね、あの説明しましたけども、非常にね、精神的に本当に辛い。辛いと思うんですよね。うん。それを絶対守んなくちゃいけない。社会はね。うん。ということなんですよ。ね。これはやっぱりね、何としてもやらなければいけない。ね。まあね、A 子さん、B 子さんね、これ最後の絵ね、あ、ね、らったということなんだけども、A 子さんはね、まあ比較的しっかりして、そして自分のね、 自分は絶対法廷にに立ちまますすとと証言言しますというふうふってビーコさんはどうもね読む限り PTSD に苦しめられているというふうに読めるんでですね、まあ、他の人もねはっきり言ってこれね遅れて出てくるんですよ、えー、遅れて、えー、これはね出来事があってからですね、えーえー、と半年6ヶ月以内に始まるっていうねことなんですよねうん。 まあなのでね、まあ前にあったね、ことなんでですね、まあどうかと思うんだけども、うん、やっぱりそういう女性がね、まだまだね、いる可能性があるんですよね。うん、なのでやっぱりそういうね、被害女性は絶対に守らなければいけないということなんですよね。うん、まあ、というようなことでですね、えー、本日はね、ちょっとこの弁護士のことをね、中心にね、しゃべってまいりましたけども、ね。うん まあ、これからどうなるかですね。うん。まあ、それをね、注目してまいりたいと思いますけども、最後にね、ちょっとコマーシャルタイムいただきましてですね、えー、これはコロナ日本国書ですね。えー、これ、コロナ対策、感染症対策っての、ね、は非常に重要なんですけども、えー、日本の場合はね、えー、この自民党政権のもとではですね、やっぱりうまくいかないんですね。うん。まあ、そのことをね、具体的に書いた本なんですね。ぜひ読んでいただきたいなと思います。それから、原発と日本列島ですね、えー、これはね、 今、ひそかに注目されている本なんですけども、能登半島地震で,でですね、なんと4メートル海底が隆起したというね、うん、その上にね、あのー、原子力発電所があったらどうなるかってね、もう恐ろしいですよね。うん、で、これはね、土、えー、井和美さんというですね、えー、まさに地質学者であり、えー、なおかつ、同年、動力炉、核燃料事業団の方にですね、30年間勤められていたというね。でえー えー、日本全国のです、ね、地質を調べてもちろん能登半島も含めてですねそして、えー、日本の地質の上には、えー、この原発は絶対に作ってはいけないとそういう、ね、人生をかけて、えー、到達した結論これをね今世に訴えてるわけですよ是非ねこれ読んでいただきたいなと思いますそれから、えー、ジュリー・アンドリュース十四年ですねこれはねイギリスの演劇界であるとかアメリカの演劇界をねこの渡り歩いてですね えー、そしてね、えー、国際的なミュージカルスタートをしてですね、えー、この自分のね、ラブロマンスとかね、そういうもの、このハリウッドとかですね、そういうところでね、いろいろと経験してですね、えー、そういうことがね、えー、この温かい視点でですね、嘘を偽りなく書かれているのでで,ですね、非常に本を読む楽しみがね、味わえるんですね。うん。時には肩の力を抜いてですね、読書の楽しみをね、味わっていただきたいと思うんですね。まあ、ということで、これがね、僕がですね、 関係させててももらっている消防新社の刊なんですけども今、日本全国地方の方ではね、あのー、本屋さんが少なくなって、あるいは、えー、本を買えないとかですね、あるいはそのアマゾンで本を買ったことがないという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですけども、そういう方は5月消防信者に直接ファックスなり電話なりしてきてください。えー、郵便振り込みであるとか銀行振り込みで対応いたしますので、5月消防信者のおファックス番号、電話番号は104の方ですぐに分かりますので、 えー、どんどんですね、遠慮なく行ってきていただきたいなと思います。まあ、ということで、本日この回はですね、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。